こんにちは、ネモです。パワープロプレイやっていきます。今回はゼニペダ攻略ガチャのこちら、 PR 以上確率アップ、バナーないキャラのみ出現10連いきたいと思います。でですね、ついにゼニペダが始まりましたね。と僕もようやく今日仕事の合間に一人なんとか特攻選手を作って、あと5人だなぁという感じです。でぜひ攻略が進んでいる方が逆に僕に教えていただければ嬉しく思います。僕は本当にちょっと特攻を作ってる時間がほとんどないので、まあ最終日にまとめてやる感じになるのかなという感じでございます。でそんな感じなので、このガチャをやろうかなと思ってます。で夜にまた別のサクセスを取ろうかなっていう感じですね。でこのガチャなんですけど、このバナナイのキャラのみ出現しますという話とですね、そのうちの4キャラが限定キャラ、そして PR、SR、PSR のイベキャラ出現率アップというガチャになってます。ボンダ持ってないんで当然欲しいです。限定キャラですしね。ガマグチめちゃめちゃ強いんで欲しいですね。ダイト上限解放したいんで欲しいですね。神高上限解放したいんで欲しいですね。ニサニはいらないですね。でカンパチもどちらかといえばいらないキャラです。なので僕はなかなか6分の4まあ欲しい、まあ絶対欲しいって感じじゃないですけど、6分の4まあガチャを引いて進捗、まあ進行ができる可能性があるので、これはまあ10連くらいやろうかなという感じですね。はい。確率アップの10連で出るのかっていうのも見たいしね。お、いいねー、ガマちゃん。新バージョンが出れば。新バージョンが出れば。おお来た。ガマガマガマ、ほんとガマください。ガマかボンドください。あわあらー、かすりましたね。あらー、すごいの出ましたね。別バージョン期待です。すごいの出ちゃったな。やっぱ無欲の時のこの引きの強さ、これはありますね。僕なんか交流会の時もどなたかに PSR の神田、神田かじゃないや、 PSR の忍者にを引いて、その時も無欲だったんですよ。当然人のだったんで。無欲の時出るな。4連目です。とんでもない当たり出ましたね。もう出ないんじゃん、これ。もう見せ場が早すぎたわ。いやー、ガマとか欲しかったな。ガマか問題欲しかったな。はい。あと5連ですね。さすがに2つは無理か。ガマちゃん、あと4回ですね。見せ場が早すぎた、マジで。神高とかで良かったんだけどな。ダイトとかね。あと3つ、あと2つ。あと3つか2つぐらいだと思います。さすがにもう出んか。592とかから始まった気がする。おお、ってことはあと2連か。
97だったどっちかだったと思います。うん、まあ、こんなもんですかね。出ない、もう出ないだろという感じです。もう出ないだろという感じです。PSR の2サニがまさかの1サニが出ましたと。通常なら喜ぶべき状況なんですけど、僕さすがに50になってたんで、ちょっとなんかこう複雑な気分になりました。で、ゼニペラも入っちゃって大丈夫なのかな、ちょっとその辺がわかんないです。すでにサクセスしてるキャラをいきなりスカウトできるのかどうなのかっていうのも全然わかってないので、ひとまずは置いといてる感じです。で、特攻に関してなんですけど、育成順かな、さっき一人作って、これじゃない、こいつかな、まあ、こんな感じです。うん。積極守備、選球眼はイベントでもらいました。ガマちゃんも気づかずイベントでもらいました。でもみんなガマ口から普通のイベキャラになってて、特攻作りにくいっていうね、まず触れまらしました、これも。っていう感じの状況です。あとは、ピッチャー3人、野手2人を作った上で、まあ、より高いランクの特攻選手を皆さん作られてるのかなという印象で、まあ、そこまで行こうとすると結構しんどいなというのはありますね。ですので、まあ、ここに関してはもし可能でしたら皆さんから、まあ、こういう選手をこれくらい作りましたよとか、あとは、ゼニペナの、まあ、初戦、そしてその次あたり、こういう感じですよというのを教えていただけたら嬉しく思います。で、お、新曲追加、なんかすっごくタイムリーですね。僕も昨日音楽系の企画の耳プロ、耳で楽しむパワープロっていうのを公開させていただいていて、5曲ひとまず配信をさせていただきました。まだチェックされてない方はぜひチェックしてみてください。むちゃくちゃいい感じです。まあ僕じゃないんでね、やってるのが。そりゃむちゃくちゃいい感じですよね、と。で、これが高校野球のブラバン応援でパワープロ楽曲を演奏しよう。うん、なんかこの辺もアレンジでやっていただけるのかな。なんかすごく、僕も楽しみな、すごく楽しみなプログラムの一つになったんですよね、耳プロが。めっちゃ楽しいんだよ、聞いてて。僕も普通に電車とかでめっちゃ流してますわ。はい。応援しましょう、という話と、ゼニペナの攻略ガチャ、先ほど引いたものですね。ガマちゃんと、あとは限定キャラのボンダ。神高とダイトが出ますよ、と。いや、カンパチとかでほんと良かったんだけどな。で、あとはゼニペナが開始されましたね、と。で、遊びの開催期間と遊び方。で、矢部くんのゼニペナ質問コーナーはこちら。ゼニペナ質問コーナー。で、ボンダ大輔が変幻と高速ベストンタ。あー、これだね。ゼロゼニディアンス。まあ、ここに、詳しい話が、書かれているみたいなので、皆さん、でも見てやる人ってそんなにいるかな？なんか特に、こう、解説することはないとは思いません。ざくっと見ていきます。特にないよ。あ、後からゼニペナを始めると敵チームは強くなってしまっている。なんか僕みたいな、怠け者でいいのかな。怠け者組はどうしたらいいのみたいな。で、相手チームも選手スカウトでメンバー強化されていきます。ただ行った試合のオーダーを各試合単位で保存しているので、まあ、そこまで気にしなくてもいいんじゃないのかなという感じです。うん。まあでもちょっと強くなってるだろうな、おそらく。
で、ボーナス付き選手は6人と金脈狙いだよね。そんなもんかな。多分そんなもんだと思われます。はい、おそらくそんなもんだと思われます。他には特に目立った動きはないと思うので、ガチャとあとはゼニペナはこんな感じなのかなという印象です。まあ、ゼニペナは僕も開始はしたいな、近日中にとは思ってるんですけど、なんせ特攻が終わんないんでなかなかという感じでございます。ぜひぜひ皆様からゼニペナこんな感じでしたよっていう話と、あとは、まあ、ガチャ、聞かれた方は、まあ、こんな感じでしたよ、と、感想をお寄せいただけたら嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ、皆様のチャンネル登録、高評価、お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。